つも朝4時起きを決めました。なんか最近同じ道ばっかじゃねと思っているそこのあなた、どこも空いてないから山を走るしかねえ。あ、まあ言い忘れてたけど、今回は2号ちゃんがガス欠やからガソリンスタンド。まあ前回は R7 がガス欠やったけど、まだ、まあ今回はな、それを踏まえてガソスタによる。これガソスタ言わなあかんの？言わなあかんの。めんどくさうっさ、こいつガソリン使ったなくなるやんけ。使ったらなくなるよ。おー、だからそれなくなってるだけやん。めんどくさーうっさ。ガソリンスタンド寄らずに走ったら止まるってことやんな。ガス欠やと思うよ。よし、それで行こう。いや、そっちの方がめんどくさいやろ。じゃあキグナス行くしかないんか。いや、キグナスじゃない、どこ行く。前回の動画でキグナス嫌やって散々ゆうくんが言ってて、俺はシェルじゃないと嫌やっていう動画のコメントに対して、レギュラーガソリンはどこも一緒ですよっていうツッコミのコメントがめちゃくちゃついててんけど、別に関係ないから。そんなことは、割引のクーポンとピッてやったら割引になるやつ持ってるからシェル行くだけやから。だそうです。エボはシェルじゃないと嫌やから、シェルでずっと入れてたから。あ、車はね。だからその名残で、ゆうくんはシェルのあのっていう割引のやつとモバイルクーポンと両方使いやからな、うん、めっちゃ割引ほんますごい日は8円ぐらいある時あるからな。ほら、もうシェルやろ、ガソリン高えし。うちは無宗教やねんけど。無宗教って言うんやん。パパがシェル信者やから、付き合ってる時にうちのパパがピーっていうやつ作ったら安いでってゆうくんに勧めて、ゆうくんもピー作って完全なるシェル信者になってしまって。ピーは1円しか割引にならんのよ。お父さんアプリクーポン使ってないやろ。それの方が損。アプリクーポンマジで5円とか8円とかあるからな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしておりません。8円とかあるからな。もうだって50歳のおじいちゃんやから、アプリってなんじゃそりゃって言われて。やばいやんけ。ポケモン GO してるけどな。パパもママもガチ勢やから、東京までポケモン GO しに行くからな。すっげえな。まあでも旅行のついでなんていいよな。ポケモン GO しに行くついでに旅行してる人たち。でもそれがついでに旅行できるからいいやん。うちは無宗教やけどな。でも自分でガソリン入れたことないやろ。宗教上の都合で入れられる。いや、宗教上の都合おかしいやろ。クソみたいな宗教やな。ランページモンキー。今日どこに向かってるの？あ、ガソスタか。ガソスタやん！めんどくさー今日はじゃあガソリン満タンにしたら帰るか。ここまで来て、うちもトイレ行きたいし帰ろうかな。トイレがそっさにあるやん。家のトイレじゃないと宗教上の都合で。どんな宗教やねん。どうやって入んの、ガソスタって。これ右車線に行ったんじゃ、とりあえず。うわ、この点線を行かないように。これ行っていいで、これ行っていいで。うちのルールや、宗教上いらん。宗教上の都合あるやん。イノシビアルも3つこのウィンカーつけたいな。ペペペパピプパピプパピプ。うるさい。これをこうこうこうつけてダピプダピプダピプ。こんなとこでそんなやられたらバカじゃまいわ。違反ちゃうか。それは違反になるやろ。お前が言ったやん。でも宗教上の都合で3つつけなさい。もうええって、宗教上の都合多すぎやって。よかったね、ガソスターって。ほら見てみろ、164円やんけ。あ、どうも。どうも思ってないね。このトラックが曲がった壁を使って俺は入るから。トラックがどうぞ。トラックの何？え？電話かかってきてるよ。誰の？あ、出てくれた。土が出るとこやった。なんでお前が出る？もしもし、出光石油でございます。出光石油でございます。お、画面消えたでしょ。あ、今電話対応してるからつけてくれへんかったんかもしれん。あ、普通にトイレ行きたいな。どういう？めんどくさいな。暴行爆弾女やから、まあ大丈夫や。キモすぎ。まあまあ見とけ、俺がピッてやるところな。ほら見てみろ、これで終わりや。はははは。あれ高いな。ちょっと待って、おかしくない？値上がりしてんねんけど。164円やけど。シールじゃないとあかんねん、やっぱこれ。どういうこと？ここ出光やからあかんじゃん。そうなん？知らん。あそこの表示価格より値上がりした。だあれピッてやると3円値上がりする。腹減ってきたな。あ、ガソリンの匂いってさ、猫のおしっこの匂いすんな。線はバカか、お前。え、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入るわ。おー、コーヒーの割引券もらった、マクドの。まあ、これのためにな。だからさっきも言ってたと思うけど、そう、ピーやったら、マクドの割引券のクーポン出てくるの知らんけど。マクドの割引券のクーポン出てくる。ちょっと口塞げよ、声がでかい。ちょっと頭使えよ、頭悪い。と、あと、さりげなく、これ、完成したんですよ。キキス。かっこいいね、これ。うん、かっこいいね。ランページモンキー。今の木何あれ、すごっ。え、ちょっと待って、えぐい木見つけた今。え、ちょっと待って、ほんまにえぐい木見つけた。ちょっとこれガチやばない？お地蔵さんいっぱい。すごっ。え、これすごいって。皮しかないこの木で。ちょっと玉笹さんには悪いんだけど、これの紹介をさせてもらいたいんよ。血に悪いんやそれ。うん、じゃあやめてもらえる？じゃあ悪くないんやけど、これ紹介させてもらいたいんよ。8月中旬に発売予定なんですけど、実際はこの前の夏グッズ発売と一緒にやりたかったんですよ。ただこれだけ生産が遅れてしまった。発売開始して2日後ぐらいに届いたんですよ、これが。今です
ですかってなって、で俺今在庫を大量に抱えている状態なんですよ。これのもう家にいっぱいあって、これがじゃあ鍵もいっぱい作らなあかんな。なんで8月中旬にしようかなと思って予定してんやけど、せっかく家にいっぱいあるからメンバーさんだけ先行販売しようかな、メンバー特権で行こうかなと思って、発送の都合上送るのに時間かかると思うよ。だからいち早くメンバーさんにお届けしようということで、先行販売まさに今やろうかなと思います。ちょっと待って、シールあるやん。なんであんねん、入れてもうたから。168円。あ、高いわ。ランページモンキー、ここの中央線めっちゃ太いな。こういうイレギュラーなことされると体痒くなってくるからやめてほしいんやけど。ならんや、痒い、ならんや、すぐ痒い。ランページモンキー、運転中握る携帯消えるし、携帯の画面も見えてへんよ。何見とんねんそいつは。視野ごと消えた、携帯の画面すら見えないほどの失明やんそれ。失明、そういうことじゃないね。ランページモンキー、あ、ゆうくんさ、え、なんなんゆうくんさんって言って名前喋らんくなるやつ。動き出したらでけん。よし、止まるわ。よし、やるわ。ゆうくんさ。止まってる時にしか喋られへん。ない。止まってなくても喋れるやろ。無理やねんって、その話が。止まってる時じゃないと。絶対なんかしょうもないことやろうとしてんね、こいつ。ゆうくん、いつもさ、頭あるやん。あるよ。あ、はよ喋れ、動くやん、もう。なんでしょうもないこと言ってる、頭あるやん。頭あるに決まってる。じゃあ、ローソン入るか。わざわざ。それでお前しょうもなかったの。ほんまにもうクソやで。結構でも重要な話ではあるから。重要な話やで、バイク乗りながらすることじゃないやろ。はよって。ついに喋れる時が来たか。重要なことやからな。ゆうくんってさ、頭あるやん。うん、はいはい、あるあるある。ゆうくんってさ、あるある、頭あるやん。あんなしとこ言うわ。もう送れよ。早送りしろよ、そこ。頭あるやんかの後から始めてくれればいいねんて。続きから喋りたいやんか。最初から喋らないと何を喋りたいんか忘れてるからさ。もう忘れてるの、何喋りたいか。途中から喋られへんねん。忘れてるから。今もう忘れてるの。そう、忘れてる。じゃあもう忘れとけよ。あ、止まる止まる。やっと止まる。もう早喋る、早喋る。これ止まる前に、ゆうくんってさ、のとこまで行ってくれ。ゆうくんってさ、もう動いてるって、もう絶対止まらんでも喋れるやろ。ランページモンキー、この話したと思うねんけど、小学校の時に全校生徒集まって、全校生徒じゃなくて全校生徒、全校生徒、全校生徒集まって、総長先生が喋りたい言葉を伝言ゲームするみたいな。どういうこと、どういうこと、どういうこと、一人で喋るよ。総長先生っていつも前に出て喋るやん、じゃなくて伝言ゲームで伝えさせるっていう。いや、おかしい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 。謎のやつがあって。時間の無駄、時間の無駄。一番先頭の人だけ校長先生からありがたいお言葉をもらえて、ありがたいんや。伝言ゲームで伝わっていくんやんか。名字が真ん中らへんでさ、佐藤やから真ん中らへんで、その頃からアホやってんやんか。まあそうやろな。うちの前の人と後ろの人が、こいつは伝言ゲームできへんって意思疎通したみたいで、うち抜かされとってんすね。え、ひどない？普通にひどいんやけど、その制度がまず意味わからんのよ、最初から。今思い出してん、それを。なんで今思い出したの？明らかにバカにされてるよな。明らかにバカにされてるってか、校長先生の話が伝言ゲームやってる時点でもうつまずいちゃってるよな、こっちは。ランページモンキー。あ、ゆうくんってさ、頭あるやん。うん、ちょ、なんでこの人ちょこちょこするの？まあ、いいって。待って。いいって。なんでこの人ちょこちょこ、詰めても詰めんでも一緒やったって今の、もう話しちゃうよ。しかもちょっと最初忘れてたし、信号待ちしてたのに。ランページモンキー。ついに行きました。しょうもない話。結構大事な話やねんけどさ。はい、大事なしょうもない話が来ます。おもなくはないやろ。ゆうくんってさ、頭あるやんか。あるあるある。頭かくときさ、うん、こうやってかくよな。じゃあローソン入るか。結構でも重要な話ではあるから、重要なことやからな、うん、こうやって書くよな。ててててててて、トットコハム太郎かよ、トットコハム太郎かよ、クシクシクシ、トットコハム太郎かよ、トットコハム太郎かよ、ヘヘ、トットコハム太郎かよ。うるさいって、もうなんやねそのツッコミ。雑にも程があるやろ。どこに突っ込んでるんかもわからへんわ。トットコハム太郎かよ。もうええて、もうええねん、聞いて。声の張り方も雑いしさ。トットコハム太郎かよ。え、なんだなんだなんだ、どういうこと、うまかんの、なんかトマトだ。トットコハム太郎かよ。なんやったんこれ、なんで、え、なんやったんこれ。ちょ、もうええって、もう何なんあいつ。本日も動画見てくれてありがとね。スパさん&コメント読ませていただきます。ありがとうございます。遠慮の塊っていい言葉ですね。ありがとうございます。ありがとう。遠慮の塊いい言葉だよね。大皿に残った最後の一口、他人を思い遠慮し、遠慮され皆の思いが詰まったかけら。私遠慮もクソもねえ女だから根こそぎ食うけどね。3個目でカレーってわかった。ありがとうね。前回の動画で食材を言って何個目で目に当てれるかゲームやってたんだけど、ゴーヤ、ほうれん草、人参の人参でわかったってことだよね。ゴーヤ、ほうれん草、人参でカレー。
君、変な人だな。いつも楽しい動画、ありがとうです。こちらこそです。見てくれてありがとうです。No bike, no life. いいえ、二輪車。いいえ、日々。私はバイクでも、日常でもありません。ってことかな。いい名前だね。私もだよ。お誕生日、おめでとう。ありがとう。ハッピーバースデー、誕生日。ハッピーバースデー、おめでとう。焼肉、寿司、おでん。フライド、チキン。ケンタッキー。そういえば、ランページ・ジャクソンって知ってます？知らん。再来年ぐらいに調べてみますね。な、ん、と、つ、ギタマサツがついにのしゃ、今回の動画の続きが再来月とかになるよ。もっと計画的に動画投稿しろよ。残念 YouTube やってんねん。忘れた頃に投稿されるから楽しみにね。それよりしっかり直せされまーす。